ベリーズ。ベリーズは中央アメリカ北東部、ユカタン半島の付け根の部分に位置する、英連邦王国の一国たる、立憲君主制国家である。北にメキシコと西にグアテマラと国境を接し、南東にはホンジュラス湾を挟んで、ホンジュラスがあり、東はカリブ海に面する。首都はベルモパン。美しい海とサンゴ礁に恵まれ、 カリブ海の宝石と呼ばれている。ベリーズ最大の島アンバーグリスキーをはじめ、海岸線に沿って約450の離島があり、リゾート地として知られる。正式名称はベリーズ。スペイン語表記はベリース、ベリーセ。日本語の表記はベリーズ。旧称はイギリス領ホンジュラス。1973年解称。国名の由来はマヤ語で。 冷静を意味する言葉から来ているとされている。ヨーロッパ人のアメリカ大陸到達以前、ベリーズを含むユカタン半島一帯は、マヤ文明の領域に属していた。スペインによるアメリカ大陸の植民地化により、ベリーズはの一部となるが、密林地帯のカナタにあったベリーズ一帯には、統治が及ばず、17世紀以降イギリス人の入植地が形成されていった。1862年には、 カリブ海のジャマイカと共に、イギリス領ホンジュラスを、形成、1884年に、単独の植民地に移行。第二次世界大戦以降は、独立に向けた動きが進んだものの、ベリーズの領有権を主張するクアテマラとの対立により、難航、1981年になりようやく独立が実現した。生体は国王を原始とする、立憲君主制国家である。 現在のベリーズ国王は、イギリス女王エリザベス2世で、その代理人として、実権のない総督がいる。議会は、元老院、上院と代議院、下院の両院制、二院制。下院の定数は、31議席。議員は、国民の直接選挙で選ばれ、任期は5年。前回選挙、2015年11月4日の結果は、民主連合党19議席。 人民連合党12議席。上院は12議席。そのうち6議席を首相が、3議席を野党党首が、残り3議席を宗教団体などが議員を指名する。首相は下院の第一党党首を総督が任命する。議員内閣制。ベリーズは中華民国、台湾を承認している。ベリーズ国防軍は陸軍のみからなる統合軍であり。 2007年現在現役兵成50人、予備役700人が所属する。国家安全保障省の下、国防軍と並列する組織に、沿岸警備隊、出入国管理局、国立科学捜査局がある。この他に、イギリス陸軍が30人駐留している。ベリーズは6つの州に分かれている。最大都市は、旧首都のベリーズシティ。第2の都市は、オレンジブオーク。 現在のシ都トベルモパンは、ハヨ州にある。ベリーズは、中米のユカタン半島の東部に位置し、温度側に沿って、メキシコとグアテマラと国境を接し、カリブ海に面している。国土の大半は、未開発の熱帯雨林の原生林である。ベリーズ国土の大半は、標高の低い低地だが、南部にマヤ山脈が、グアテマラの方に伸びており、最高地点は、ビクトリアピーク。 沿岸部は湿地帯でマングローブの森があり、世界第2位の珊瑚礁がある。IMF の統計によると、2013年のベリーズの GDP は16億ドルである。一人当たりの GDP では4619ドルであり、隣国との比較ではグアテマラやホンジュラスよりは高いものの、メキシコの半分以下の水準にある。中米の国の中で、 最も経済の開発が遅れた国である。農作物は砂糖、柑橘類、バナナなど。漁業は盛んで異性エビは年間537トンの水揚げがある。乱獲によって個体数の激減しているマグロをめぐってマグロ類保存国際委員会に加盟していないベリーズ漁船の操業が問題化した。最もこれらの漁船は規制を逃れるために船籍のみを変更した台湾。 中国資本の漁船がほとんど、豊かな木材資源もある。1980年代から麻薬ギャング組織によるマリュファナやコロンビア産のコカインのアメリカ合衆国へ密輸による貿易も増えている。カリブ共同体に加盟している。経済の繁栄に従い道路の設備は良くなっているが、主要な空港としては最大都市ベリーズシティ近郊に、 フィリップス SW ゴールドソン国際空港がある。かつては鉄道路線も存在したが、1937年にすべて廃線となっている。住民はメスティーソが48.7%、17世紀から18世紀にアフリカから奴隷として連れて来られた。アフリカ系黒人が、ルーツのが24.9%、マヤ族が10.6%、 カリブの島々から来た黒人とカリブ族の根血のガリフナが6.1%、その他ではカジンや白人などが9.7%である。言語は公用語は英語のみだが母語話者数は3.9%と少なく、一般に第二言語として用いられる。スペイン語は最も広く話される言語で国民のの母語であるほか、英語を基盤にアフリカ諸語やスペイン語、 先住民諸語が混ざったも、日常的に話されている。その他、マヤ語、ガリフナ語などが使われている。政府は、英語とスペイン語のバイインガルの姿勢を強く推し進めており、国民の半数以上は、両言語を話すことができる。宗教は、ローマカトリックが40.1%、プロテスタントが31.8%、無宗教が15.5%、 その他10.3%などとなっている。他の中米諸国はスペインの植民地だったので、ラテン文化の影響が強いが、ベリーズは他の中米諸国と異なって、イギリスの植民地だったことから、イギリスの影響の方が強く、また、アフリカ系の黒人系が多いこともあって、同じ英語圏のジャマイカなど、カリブ海諸国との結びつきや影響も強い。 ベリーズ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が一件存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。